皆さんおはようございます。久しぶりに岩倉ブルーに迎えてもらいました。我々にとっての今シーズンスキーラストラン初日です。2日間滑りますので、こんなにね素敵な岩倉ブルーと、この時期としてはちょっとねブッシュも出てるとこも、ここなんかねちょっと出てますけど、ありますけれども、これだけ雪がたくさんあってですね、シーズン最終まで迎えることができるのは、実は久しぶりです。2月の時点ではね、あまりにも暖かく雪がなくですね、どうなってしまうのかと思っていましたが、なんとですね、こんなに3月になってから、毎週のように雪が降って、こんだけ雪が残りました。ここにね、日光白根山が見えてますけど、今の時間影のように綺麗に映っています。そして僕らがいつもお世話になっているお祭り広場がここにあります。またずっと上を見上げていくと、ロマンスコース、初心者コースですね、その奥に、中上級コースのリーゼン、コブコブと女子国体、国体女子砂漠コースがあります。今日もね、みんな笑顔で、滑走できると思います。皆さんも一日楽しく笑顔でお過ごしください。